はい、こんにちは、文具王です。今日の筆記具は昨日に引き続きペリカングリフィックスのシリーズの、万年筆の方をやってみたいと思うわけですが、万年筆で、これ昨日忘れてたんですけども、ですね、あのペリカンのグリフィックスのシリーズって実はですね、番号ついてるんですよ。で、まあ、1234ってあるんですけれども、ただその、順番がですね、まあ、こんな風になっていて、1番がクレヨンで、2番が、シャーペンで、3番がインクペンで、4番が万年筆ということで、まあね、こんな感じですよね。まあこれはなんだ、ドイツ語で書いてあるからですけど、まあ、4つの、段階をですね、まあ、だんだん上に登っていけるようなシステムになってるよということですね。ああ、そうで、いろんな言語で書いてありますね、という説明書がついていてですね、こんな感じですね。それぞれペン先が、まあ、こうなってますよっていうのと、まあ、三角形でちゃんと持ちやすくなってますよっていう説明がついています。でこれが4番なので万年筆用の説明書なんですけども、まあ、インクがね、を入れて使うよっていう風になってます。ファンティンペンって書いてあってですね、4番こんな感じですねの台紙が入ってます。で3番、そうそうそう、だから4番はこれほら右手用なんですけれども、 R って書いてあるんですけど、3番は L で左手用を買ってきちゃったよっていう話ですね。ということで、まあ種類違いでちゃんと揃えようとした結果そうなりましたよというところですね。はい。なので、まあ、この間のやつはこっちですね、インクペンだよということで3番って書いてあります。ということで、まあそんな感じの説明書取ってあった。うん、で今回万年筆なんであれなんですけれども、あと筆跡とかはこのぐらいの太さの線が引けるよってこともここに書いてあるわけですね。はい。ニューって書いてあるけど何がニューだったんでしょうね。4番でこれがですね、はい、まあ同じような感じなんですけれども、やっぱりニッコリ顔がついていて可愛いですよね。ニコニコです。でこれがついていてですね、ここの部分が名前シール欄なんですけれども、俺シールどこやったっけな、多分。で反対側にこれね、今回はここにロゴが入らないんですよね。で入らないのは、穴が開いてないとインクの残り残量が分かるように、一応インク窓っていうか、あとインクタンクのね、あのあれですね、まあインクのカトリッジが刺さってるかどうか分かるみたいな感じでこう開けてあるんだと思うんですけども、うんね、こんな感じになってます。多分インクカートリッジ透明タイプだと向こうが見えてどのぐらいインク残ってるか分かるって感じなんですけども、ちょっと後で説明しますけども、インクタンクもちょっといろいろあってですね、そんな感じになっています。で、このキャップにもペリカンのロゴが入っていてちょっとかっこいいですね。です。で、この、軸なんですけれども、こうやってはめる、前にラミーの時に表と裏があってどっち側にはまるっていうのがあったんですけども、ラミーの場合は2畳のネジになっていたので入り口が2つあって、表になるか裏になるかは入れる時にちゃんと見ておかないと、入れる時と同じ向きでちゃんと固定されるようにはなってるんですけども、こっち、ペリカンの、グリフィックスシリーズに関してはですね、螺旋が1畳です。だから普通の螺旋にネジになっているので、どっからはめてもこのはまる形が一箇所なので必ず、顔が表を向くようになっています。これあのなんで2畳のネジとかを使うかっていうところなんですけれども、ペリカンさんとか、あペリカンじゃない、あのラミー の, あのサファリが2畳ネジ使ってますよっていうのは、これあのまあ、この高さの部分を、何回転でこう進めるかっていうところなんですけども、その上数を増やしていくとですね、しっかり締まるんだけれども、ここの回転する数を減らせるんですよね。なので、もう何回も何回もこうやってくる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 回すのがめんどくさいっていうのを解消するために、万年筆のキャップとかそういうところのですね、ネジとかっていうのは、わりかしですね、2畳ネジとか3畳ネジとかは使われたりしますよということなんですね。うん。という感じです。で、まあ、これに関しては、その回数の問題は子供さんなので、それは、ま、自分で練習ということで回してもらおうとしてですね、必ず表がこっちに向くようになってますよということで、まあ、裏返しになっちゃって困ることがまずないので、まあ、そういう感じにネジを使っています。で、あ、で、先端部分もですね、さっきの、こっちですね、前回のですね、あの、こっちのやつ、まあ、左利きでしたけども、これはあの、
キャップがですね、パッチンっていうね、環合式でこうパチッとはまっているタイプなんですけれども、万年筆の方に関してはこうやって、ネジになっていて、もう1周ぐらいしかしないネジですけれども、ネジ式になっています。はい、という感じです。で、2分はほとんど出てませんね。あんまり2分を先に出さないっていう方式みたいですね。まあ、この方が、まあ、子供が触って安全っていうことなんでしょうかね。そんな感じがします。で、いうとこですね。まあ、グリップの形の形状とかですね、ここのサインは一緒。で、今回は右手用なので、右手で持った時にちゃんと顔が上向いてますよということなので、今回は安心して使えるかなと思います。そして、はい。インクのカートリッジなんですけれども、ペリカンさんのですね、子供用インクカートリッジっていうのがあってですね、まあ、この5本入りっていうのがあるんですけれども、これがね、まあ、なんかね、これはこれで可愛いんですよ。なんかね、やっぱね、ここら辺ですよね、ほら。入ってるやつが全部ね、柄がついてるんですよね。万年筆のインクカートリッジなんですけども、子供用の万年筆だっていうのが分かってますから、まあそんな感じですね。こんな感じの可愛いカートリッジになってます。他にもこんな柄やこんな柄がありますよということなんですけども、今こうやって綺麗に見せているので、全部綺麗に柄がばらけてるように見えますが、買ってきた時はですね、一つの箱に同じ柄が3つぐらい入ってる場合もあります。なので、重複してたりするのは、まあ、これはまあ、当たり外れが適当っていうところですね。日本だったら必ず一つの箱にどの柄が何個入ってるかっていうのを決めといて、その通り入ってるんですけど、まあ、ここはそうでもないよねっていう感じですね。このキャラクターっぽいイラスト、もともとあんまり日本ほど漫画アニメキャラクターがすごいいっぱいあるわけじゃないんですよ、ドイツの文房具とかって。なんであれなんですけれども、まあせめてね、ここら辺は可愛くしようという感じでですね、いろんな絵が入っています。まあ特に何のキャラクターっていうのはないんですけれども、まあ上手にね、してますよね。まあ日本人から見ると逆にこういうのがかっこよかったりとかしてですね、まあ意識高い系大人としてはですね、まあ割とですね、子供用でこういうのいいなぁなんて思うんですけど、子供にしてみたら日本の文房具がいいなって思うかもしれませんという感じです。はい。ということでいろいろありますけれども、まあどれ入れていこうかなということですけど、どれがいいかな。まあせっかくなのでちょっと可愛い、恐竜、これはドラゴンとか、これ恐竜なのかな。でも恐竜じゃないな、ドラゴンもいるな、背中に羽が生えてるのもいますね。手のマークとかですね。ちょっとな、この学校っぽいやつ入れてみましょうか。はい。ということで今回はなんかね、アイコンが並んでるタイプのやつを入れてみたいと思います。はい。ということで、よいしょ。はい。これでですね、開けます。で、リフィルですけども、ヨーロッパ共通規格のヘッドなんですけれども、大体短いのが多いですけど、ロングタイプですっていうのは、ここもね、です。この間もロングタイプ入れたやつ、あれなんだっけな、何かで入れましたね。ですけれども、これも長いのが入るようになってます。はい。ということで、プチッと入れます。はい。よいしょ。これで大丈夫なはず。なんか割りかし隙間があって、ちょっと心配は心配ですけど、まあ多分大丈夫でしょう。ということで、入れると、ほら、外からこんな風に、柄が見えます。多分本当はね、透明な軸だと、残りが残量が減ってきた時に分かるんでしょうけれども、今回は可愛いの入れちゃってるので、ほとんど、まあなんかリフィルが入ってるよぐらいしか意味がありませんという感じですね。はい。で、ちょっと、インク、出てこいなんですけれども、ですね、まああんまり良くはないですが、ちょっと軸押します。よいしょ。これがね、やっぱりこのリアルタイムでこういうのをやっているとですね、ちょっとペン先水つけたりなんかして引っ張ります。お、出てこない。ですね。よいしょ。よいしょ。ちょっとペン先をね、こうやってティッシュでこうやってやっといて、ちょっと若干振るっていうね、荒技ですが。はい。もうどうするんでしょうね。こういうのってなんか、みんなどうするのが正解だ、なんでしょうか。ちょっと、はい。遠心力で出しちゃいましょう。ということで、ちょっと出た。出たかな？あ、でも、なんか、ちょうどいい感じに、出てこないですね。よいしょ。
こればっかりはね、時間が。わかる感じがしますけれども、ちょっとごめんなさいね、ダラダラとちょっと話をしつつですが、ペン先にインクが来るまでにちょい時間がかかる。ペリカンインクあったかな、よいしょ。なかなかインクが出てこないっす。あ、すいません、失礼。よいしょ、インクをペン先にちょっとつけて、お、出てきたかな、あ、来たかな、来ましたね、よいしょ、はい、あ、出ました、あ、綺麗な青です、はい、ということで、あ、出始めると気持ちいいですね、流れはすごくいいです、しっかりかける感じで、まあなんか割と書き心地は、イージーな感じですね。スティールの2部なんですけれども、ちょっと一回書いてみたいなと思います。おい、まあその間になんかロゴのあれ書いとけばよかったんですね、なんですけれども、今回はもう、結構お待たせしているので、いきなりここで書いちゃいましょう。ベリカーのロゴも書き慣れてきたので適当に書いてますけども、まああれですね、
はい、ということで、はい、なんか下手くそになりましたが、まあいいやろ、ちょっとね、はい、ということで、はい、グリフィックス、こっちのパッケージに書いてあるロゴちょっと違いますね。4、まあフルハルター、あれですね、あのこっちはドイツ語だ、まあファウンティンペンということですけど、というところですね。はい、まあ、今回は、説明書があるので行きましょうか。せっかくだからドイツ語を聞こうかな。意味わかんないですけど。はい。という感じですけれども、あ、まあいいか。とりあえず、グリフィックスの説明だけやっておこうか。多分、書き方とかを覚えられるよっていう書いてあることは一緒だと思います。うん、というところで、はい、書いていきたいかなと思うんですけれども、今回もちょっとペン先の、ペンの形をちょっと書こうかなと思うんですけれども、どこでしょうね。やっぱここかな。ペン先かな。うん、というとこですかね。うん、よいしょ。すいませんね。今日なんかインクが出てくるまでの時間が長かったんで、そういうのってこうちゃんと、まあ、しとけばよかったですね。先に入れといたら、まあなんかちょっと面白くないので、その場で入れたかったんですよね。やっぱりここの顔が入ってほしいので、もうペン先が真三角なのも結構なかなかですよね。
ょっとやっぱり万年筆なので、引っ張られるときは引っ張られますね。でもまあそんなに当然入門用っていう感じなので扱いやすくはできてますよ。まあもう立ち位置的にはもう本当にドイツの書くのなんじゃないかなと思いますね。日本はあんまり軸をまあその手の形に合わせてっていうのってあんまやらないですよね。道具全般そうなんですけど、日本の道具っていうのはまああんまりこう手に対して固定的な位置関係を作ろうとしないというか、気づこうとしないっていうところはあります。まあなんかその持ち方はわりかし自由度を高めに持たせるのが、ノコギリとかそういう道具でも、だいたいカンナとかノコギリとかでも割とですね、まあ日本のものっていうのはどちらかというと取っ手がストレートのタイプが多くて、あんまりこうあれにしないですよね。なんですけれども、まあそこら辺はなんか考え方の違いもちょっとあるかな。ここまでこう道具に、まあ日本でも書き方の補助用のグリップみたいなものはありますけれどもね。いう感じですかね。割といい感じに、はい、なところです。書いていきたいなと思います。これもやっぱり入門用の二分って感じでしょうね。まあ平たい、まあ金属の二分で、まあ M 二分ぐらいの感じですけれども、はい。どこだっけ？はい。あれが抜けた。
金だ。よいしょ。なんか本当に練習させられてる気分にはちょっとなってきますね。何書いてあるのか後で英語のとこ見とこ。出すなんかね、ここがエルゴノミクスだっていうのは分かるんですよね。エルゴノミクスデザインだっていうのは分かるっていう。エルゴノミスキミないや。なんかね、ドイツ語、大学生の時にちょっとだけやりましたけれども、全く使えるようにはならず。でもまあそうですね、好み的には書くのとかの方がまあ楽ですね。やっぱり指の位置を、これ子供用の手にできてるっていうのも多分あると思うんですけど、指の位置を結構がっちり固定されてるので、まあまあまあ好きか嫌いかというと、まあこれは面白いけど、形はね、かっこいいと思うし、やっぱ子供用というところで練習用としたら、ちゃんと持てるって大事だと思うんで、それはそれでいいと思うんですけども。
ですね、まあそうですね、うん、ここに書いてあるね、ザ、まあ4ステップのグリフィックスが、まあ、まあ4ステップのグリフィックスの、あの Learn How to Write システム、まあ書き方システムがですね、特にデセロップドってなんだ？フォーチルドレンズハンドインクローズコーペレーションウィズサイエンティスト&ティーチャーズ、科学者とか先生とかとインクローズコーペレーションウィズサイエンティストどういうことだ。そう、なんか自分があんまり英語得意じゃないのであれですね。これデベロップじゃなくてデセロップ、これん開発されたでデベロップじゃないのかな。デセロップ、多分誤植だと思うんだよね。子供の手の、あのために開発されましたよっていうことなんじゃないのかなと思うんだけれども、英語で書いてあって誤植とかだと自分的にはデセロップって言葉ないよね。まあいいや。よいしょ。英語。デコロップなんか多分ねないよね。子供の手のために開発されましたよ、科学者とか先生たちと一緒に作りましたよと、共同して作りましたよってことですね。まあこうなんかグリップの金型モールドは、形は一貫してますよ、すべてのモデルで一貫してますよ、まあ最あまあそういうのをやった最初ですよって、ここは多分あれと一緒ですね。まあなんか、そんな話をしてもしょうがないんですけども、うん、ポジション、持ち方のがよいしょ、ハンドネバーハブリコンシダー、考えの分かんなくならないようにってことか。ポジションが分かポジションを、まあ、手が覚えるってことかな。 The ergonomics design makes sure that your hand in the right position、 正しいポジションをですね、この人間工学的なデザインが、まあ、あなたに、まあまあこれ身につくよってことですよね。 For natural and、relaxed writing、 まああの楽に書いて、自然に楽に書いていて、人間工学的な、デザインによってですね、まあ自然に楽に書いてるだけで、正しいポジションが身につくよということですね。はい。っていう、そんなのすぐ分かれよって話ですけれども、それをドイツ語で書くとこんな風になりますという感じですね。はい。ということで。はい。ですけれども。まあ、なんかね、すいません、今日っていうか、まあ、普通に、ダラダラ書いてる系の動画なので、これ、長いんで編集してくださいとかいうの勘弁してください。ということでですね、まあ、ここら辺に。これ、気持ちがいい。ちょっとスタブっぽいですね。
ですね。なんか、まあ、日本語を書くのも、まあ悪くないですね。これは普通に日本語を書くペンとして、わりかし書きやすくていいと思います。多分、ちょっとだから、縦線太めに書ける感じなのと、角がちょっと立っているので、割とカチカチっとした字が書きやすくていいですね。はい。の、という感じです。はい。なのこっちゃ、なんか無駄な時間が今回多かった気がします。すいませんね。なんですけれども、よいしょ。あえて編集せず出しますという感じです。まあ、こんな感じです。はい。まあ、インク出てくるまで時間かかるので、万年筆ね、コンバーターだとね、ギューって吸うときに、ペン先から入っていくので絶対すぐ書けるんですけども、やっぱカートリッジの場合ってなかなかインク出てこないので、時間がかかってしまってですね、皆様にはですねちょっと、今日のは見づらいかなと思いますけれども、まあ、最後に言っても意味がないんですけども、適当に飛ばしてみていただければと思います、文豪の動画はね。はい、ということで、そんな感じの、毎日のこれは鍛錬なので、そんな気分で見ていただければと思います、ということで、今日はグリフィックスの万年筆でした。以上です。